アデカ。今日はですね、ファン先生と、ビジネスの言葉ですね、それを勉強していきましょうですね。で今日初めてなので、最初は自己紹介をお願いしたいと思います。ね、なんとは。なんか、カッコブカ。サディカー、ディシャン、ファンカ。名前はファンと申します。はい、大丈夫ですね。ファン先生で特に緊張する必要は全くないと思うので、マイトンテンテン、ナカ。ね、タムトワサバイサバイの、タムトワサバイサバイコンディコアナカ。はい、じゃあ始めましょうですね。じゃあ、今までと同じ流れでね、はい、最初はステップ1で単語ですね。それからステップ2、ステップ3と少しずつ、パズル形式で文章を長くしていくと。ね、まあ、そういう風にやっていきましょう。はい、じゃあ最初です。単語、今日は全部で7個です。1番、配る。ぜーぜー。2番、契約書。なんすーさんやー。なんすーさんやー。長いですよね。なんすーっていうと、まあ本、一般的には本ですよね。ブック。本で捉えられていると思います。サンヤーサンヤー、これはまあ契約するビジネスの、まあ何て言いますかね、約束をするって言っていいかな。まあ契約するで捉えるのが一番僕はぴったりくるかなっていうふうに思ってます。じゃあ次3番ですね。持って行く。アオバイ。いいですね。じゃあ次、あ、ごめんなさい、そうです2回でしたね。すいません。これはボード、まあホワイトボードとか掲示ボードとかですよね。これは一般的にもうそのまま英語が使えちゃいますので、ボーボーでいいですよね。ね。じゃあ次は5番目ですね。掲示する。ティッタカー、ティッタカー。いいですね。でっていうと、くっつく、くっつけるですね。ブラッカー、ブラッカーっていうと、発表する、通知するとか。そういった意味がメインの言葉になるのかなというところですね。6つ目です。問題。バンハーバンハー。いいですね。じゃあ次、これ最後ですね。改善する。ゲーカイゲーカイ。いいですね。ゲーカイ、これも2つの言葉がセットになってますね。ゲーっていうと改める、直すっていう意味でよく使いますね。改、改、この改ってこれどういう意味なんですか？改心で改、改は改訓税みたいです。ですよね。改訓税、僕もそのセットでよく使います。改訓税ですね。これは鍵を、はい、か、アロですよね。まあ鍵を外すでいいですかね。ですよね。そういう意味で会っていうのはよく使いますね。まあ芸会、芸会セットでよく使います。これで改善する、より良くする、そういう意味にこれだけでもなっちゃいますね。芸だけだと治す、治すですね。ですからよく風邪薬なんかで芸って使われたりしますよね。やー芸何々、ね、今やー芸会って言ったら、熱を治す薬、解熱剤とかね、まあ、こういったところは僕は注意事項とかコメントとしてまた、字幕とかね、残しておくので大丈夫でしょう。じゃあもう次の2ですね。これは、最初に勉強した単語7つですね。これを使って最初は短い文章ですね、ちょっと作ってみましょう。はい、1番目ね。書類を配る。ゼエガサン、ゼエガサン。ですね。エガサン、エガサンというのが書類でしたよね。じゃあ例えばこういったプリントですよね。こういったプリントを配るって何て言うんですか？で、シート。シート。これ日本人使わないですよね。シートを配る、シートを配るってこれまず聞かなくて。大体日本人みんなプリント配る、プリントクラブ配るって言っちゃうんですよ。もう一回発音をお願いしていいですか？ジェシー。ジェシー。ジェシー。そうですよね。シートにも聞こえるし、チーでもいいですよね。はい、ですよね。はい、シとチってタイ人は聞いてわからない音ですよね。
ですよね。ですから、シーって言ってもいいし、チーって言ってもいいですよね。はい、僕の耳にはよくチーって聞こえるんですよ。まあいいでしょう。はい、それは音の世界なんですね。まあいいでしょう。じゃあ次ですね。契約書を持ってゆく。เอาหนังสือสัญญาไปเอาหนังสือสัญญาไปはいですね、ไปね、ไปね、ไปっていうのもไปじゃなくてไปですよね。発音やっぱりさすが会社ですね。これなんですけども、青が持つですよね。パイが行くですよね。その真ん中に何数さんや入れる必要ありますかね。例えば、何数さんやアーパイ、何数さんやアーパイ、これでもいいですか。意味はちょっとあんまりわからないです。わかりにくいね、はい、これ不思議ですよね。、はい、ただ、慣れている人だったらわかりますよね、絶対にね。最初に持っていくものをポンって言ってからアーパイアーパイって言って、外国人とかに慣れてる人だと絶対わかるんですけど、やっぱり今のリアクションの通りちょっと変なんですよね。本当ですよね。こういうの面白いですよね。はい、じゃあ次ですね。次はあのボードに掲示するですね。ติดประกาศบนบอร์ดติดประกาศบนบอร์ด。綺麗な単語ですよね。まず掲示するって言ったかですね。ボンボンっていうのが上ですよね。ね、ですからボードの上に掲示するでしょうかね。こんな感じでもいいですか。で、ブラカーガッボーガッボ使ってもいいですか。ガッ使っても大丈夫です。大丈夫ですよね。私、はいはい、こうくっつくイメージですもんね。はい、いいですよね。はい、一緒にですよね。ありがとうございます。僕なんかそういうふうに言っちゃいそうだったんですよ、自分が。じゃあ次ですね。問題を改善する。ね、これはそのまんま SVO の V を並べるだけでいいですね。じゃあもう次いっちゃいましょう。契約書をスキャンする。今スキャンする機会って結構多いんでね。スキャンหนังสือสัญญาสแกนหนังสือสัญญาこれスキャンスキャンって言って結構通じないんですよね。スキャンスキャンですよ ね, ね。こういった英語ですよね、それをタイ語にする時の発音のコツっていうのも本当にあるんですよね。そういうのはまた僕の方で説明したりもしてるんですよ、ね、またそういうのもね勉強できたら面白いですよね。元から英語の単語はやっぱり日本人もタイ人も結構知ってるので、あとは音さえ一致させればどん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 もう本当に指数関数的にねたくさん使える言葉が増やせるのかなっていうふうに僕は思ってるんですよ、ね、じゃあ次ですね。3番目ですね。これ意外とアドリブ多いですからね。だから意外と書いてないことに言っちゃうかもしれないんですけども、頑張りましょう。お願いしますね。じゃあ次ですね。ステップの3ですね。ステップの3は結構長い文章ですね。いきますよ。1番目ですね。この問題は改善できると思います。してくださいって言われると思います。คิดว่าปัญหานี้แก้ไขได้คิดว่าปัญหานี้แก้ไขได้いいですよね。คิดว่าแก้ไขปัญหานี้ได้これでもいいですよね。はい、全然いいですよね。いいですよね。次は今までの問題をボードに掲示してください。ちょっとまたこれ長いですけどね。กรุณาติดปัญหาที่มีถึงตอนนี้บนบอร์ด。กรุณาติดปัญหาที่มีตอนนี้บนบอร์ด。結構長いですよね。これちゃんと僕の方で字幕とかメモとかきちんと画面に載せておくのでいいでしょう。他にもうちょっとなんか簡単な言い方とかないですかね。โอเคค่ะติดปัญหาในอดีตกับบอร์ดให้หน่อยค่ะติดปัญหาในอดีตกับบอร์ดให้หน่อยค่ะそうですね。その方が簡単な言い方で会話では使うかなっていうところですよね。最初に言った文章はガルナーガルナーを使っているので書き言葉とかとてもビジネスの言葉ですよね。ですよね。日常生活でガルナーガルナーを使うってないですよね。ね、見ることはありますけどね。ね、
本当にビジネスライクな、何々してください、それを言うときがガルナーなのかなっていうふうに、これはまあ僕そう思ってるんですよ、ね。じゃあ次ですね、最後3つ目ね、品質の契約書に従わなければなりませんか、ね。まあ、当たり前ですけど、あの言ってみましょう。ต้องทำตามหนังสือสัญญาคุณภาพไหมคะต้องทำตามหนังสือสัญญาคุณภาพไหมคะバッチリですね。僕もその文章がパッと浮かんで、それ以外で言うパターンってほとんどないかなって僕も思いました。じゃあ次ですね。じゃあ次はステップの4なので、これはテストになるんですよ。なので僕の方で日本語言うので、そこから1,2,3 ね、3層塗んで数えてから答え言いましょう。聞いてる方にも考えてもらいましょう。いろいろな表現の仕方っていうのはあるのでね。ね、まあ、そういうのも面白いでしょう。はい、じゃあ1つ目です、金曜日までに契約書を持っていきます。จะเอาหนังสือสัญญามาให้ภายในวันศุกร์จะเอาหนังสือสัญญามาให้ภายในวันศุกร์バッチリですね、僕もそれを思い浮かべました、で他の言い方とか思いついたときは、これまた僕の方でコメント残すのでいいでしょう。じゃあ次2番目ですね。そんくら前にスタッフに金一封、まあ、特別金ですよね。それを配ります。こういったら結構ありますよね。はい。うん。จะแจกเงินพิเศษให้สตาฟก่อนวันสงกรานต์จะแจกเงินพิเศษให้สตาฟก่อนวันสงกรานต์いいですね、いいですね。僕もその言葉がまず来ましたね、フレーズが。じゃあ次いきますよ。これがもう最後ですね。毎日改善についてね、考えてくださいねっていう。กรุณาคิดเกี่ยวกับการแก้ไขทุกวันกรุณาคิดเกี่ยวกับการแก้ไขทุกวันこれも結構難しいですよね。ギアコーン、さっき何て言いましたっけ？ギアコーンか。ギアコーンはについて言われる。そうです。そうか。僕パッとそれが思い浮かばなくて、今のは、僕だったら、ちょいけるあん改善とかなんかこれで言っちゃいますか？うん、量は OK です。バッチリですね。はい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 。今パン先生が言ったのは。本当にビジネスとしての表現ですよね。僕が言ったのは、何だろう、日常会話での言い方っていうかね。そうですね。そんな感じですよね。最後だけ、なんかあの、見ている視点が違ったのかなっていうところでしたね、発想がね。だから言いたいことは一緒です。なので大丈夫でしょう。じゃあ今日はもうここまでで大丈夫ですね。ワニキャニコンナカ。カコプンカ。カコプンカ。カプサネカ。